ちょっと遅くなったんですけども、今はですね、午前10時過ぎぐらいですかね。ちょっと今から朝ごはんというか昼ごはん食べに行こうと思ってます。ちょっとそこの総州川沿いを歩いて、それからいつも行くあのフレンチトーストの店まで結構距離あるんですけど、まあ最近あんま動いてなかったんで行きたいと思います。なんか最近動画アップしてなかったんですけど、この間あれ香港の空港からですね上海までの動画をアップしました。久々に撮影してやりましたね。この辺はちょっとローカル感のあるお店がいっぱいあります。ジャンジャージャオチャオっていうんですか、これ箸です。もうよく来ましたね。何回も撮影してる場所ですけど、ここの建物がこれ何やろな、SEC キャリアって書いてるから、なんか人材会社みたいなところなんですかね。違う、キャリア。そのキャリアじゃないか。ちょっとわかんないです。そんな寒くないですね。あ、それと昨日あれですね、ファンプージャン、ワイタンとかルージャズイとかファンプージャンのところも動画の撮影してますね。で、YouTube にアップしようと思ったんですけど、なんかネットがすごい遅くて、さっき家でアップしながらですね、ちょっと朝起きて、そのままパソコンつけっぱなしで出てきました。まあ、帰った頃にはアップできてればいいんですけど、なかなかなんか進まないですね。ここ何回も来て、前にも説明したんですけど、この辺ですね、この川沿い結構昔はなんか工場があって、なんかそういう工場の案内がいっぱい貼ってありますね。これって、あ、建設してるな。なんかしばらく止まってたんですけど、こっちとちゃうか、向こう奥が建設中かな。
なんかこのビル作りかけでずっと掘ってあるんですよね、これ。まあいつものパターンですね。ゆっくり起きてダラダラしながらあのフレンチトースト食べに行くっていう。この前の道はジョンシャンシールーですね。左の方に行くとジンシャンジャンルーですね。ジンシャージャンルーか、ジンシャージャンルー。いやもうでもこれ本当自由に動けるようになって、コロナのあれもなんか感染率もどれぐらいあるのか分かんないですけど、落ち着いてる感じですね。ちょっと渡っとかんと歩きにくいですね。これは蘇州川ですね。地下鉄4号線の電車ですね。私もちょっと今日夕方用事があって地下鉄で行きますね。まあその辺ももし余裕あれば撮影します。
どっちから行こうかな、どういうルートで行こうか今考えてるんですけど、こっちから行きましょうか。こっちから中山公園のとこ行って。歩道がないから怖いですねこれ。前も言いましたけど、ここになんか駅があったみたいですね、昔。
そこがもう中野公園の駅ですね。から行こうか。ちょっと息の中通っていきます。本物の花じゃないですよね。造花ですよね。もちろん。まあ天気はいいですね今日。あれ、向こう渡りたかったんですけど、これ、これ渡ろう。
あれこれなんかここ内装工事やってるんですか。内装外装工事。まあ、ちょうどいい寒さというか、まあ、あったかくはないんですけど、そんな寒ないですね。ちょうど歩いてる時ぐらいで。今日あれですかね、フレンチトースト食べて、その時コーヒー飲まずに、あのカフェ通りのところに後で別にコーヒーだけ飲みに行こうかな。まあ一人ですし、ゆっくりしようかなと思ってます。ここはチャンリンルーですけど、向こう側がユイエンルーですね。で、今から右に曲がってディンシールーを南の方に行きます。向こうが中山公園ですね。あれですね、ライブ配信もしたいですね。あれ、ベンちゃんが多分2本行ってるんですけど、もうすぐ戻ってくると思うんですけど、戻ってきたらちょっとライブ配信ですね。この店か、こ
この店前にあれですかね、行った創作料理ちゃうか、これお茶の店、ちょっと写真撮っとこう。あれ、なんか今までちょっと録画できてなかったですね。勝手に止まってた感じがあるんですけど、大丈夫かな。ウイルーですね、まあ、もうすぐですね。あれ、向こう渡っといたらよかったな。市場ですね。ちょうどお腹空いた頃に着いてよかったです。チェガー、ニハオ、バゴトス。ライブ配信しながら撮影してるっていう。いやー、結構お腹いっぱいになりましたね。ここ量が多いから。まあここではコーヒー飲んでないんで、ちょっとまず2軒目のカフェ歩いて行こうかなと思ってます。なんかゴミの収集来てますね。
カフェの集まったところ行ってみようかな。ちょっと見るだけ見てみます。いや、本当お腹いっぱいになりましたね。食べ過ぎた。あれフレンチトースト1枚のパンを、まあ、半分に割って2つあるんですけど1個でいいですね。あれいつも2個食べるから結構お腹いっぱいになるんで。ビア&スペース。天ぷらの店ってどんな店なんですかね、これ。天ぷら専門店。メニューが分かんないし。これ、この寒いのによく外ででも食べるな。さっきフレンチトースト撮影しようと思ってたけど食べるの必死で忘れてました。食べ終わりかけにあれ撮影してないわと思って。ここなんやろ。こっちもなんか店あんのかな。ここなんかカフェですか。デザートカフェ。ちっちゃいけどカフェか。女の人もなんか撮影してるな。
動画撮ってるみたいな感じですね。天ぷらの店ってこれどんなメニューなんですかね。なんか夕方まで時間あるんですけど、ちょっと眠たくなってきたんで一回帰って寝ようかなってちょっとだけ思ったりして、すごい迷いますけどね、どうするか。なかなか渡れないですね、この横断歩道。ウイルーですけど、これをアンシールを曲がって向こうのウィーエンルーに行きたいと思います。いちごってこの冬の時期なんですかね。いちご結構売ってますね。夏にいちごってあんまりないですかね。ちょっとよくわかんないんですけど。ここはアンファールですね。
あれ、ユーエンルー出てこないですね、これ。方向間違ってんのかな。違うとこに出てくるかもわかんないですね。ここはマンション。你家跑一样路，你四点去啊？まあ本当のんびりして平和ですね。道に洗濯干してるってすごいですね。この先が遊園ルーですね。まあ方向合ってましたね。なんか前もここ歩いたような気がしますね。いやー、まあちょっと歩いてそれからコーヒー飲んだ方がいいですね。眠気もなくなるかな。どこのカフェ行こうかな。いつも同じとこ行ってるんで、ちょっと違うとこ。
そこもなんかカフェなんですかね。ちょっと知らなかったんですけど、ちょっと見てみましょうか。いやー、なんか本当平和ですね。自由で平和でいいですね。まあめちゃくちゃ自由かどうかっていうとあれですけど、ここ何の店ある？ちょっとこれ写真撮っといて後で調べよう。これ前にウェンちゃんとライブ配信した創作料理の店の系列の店ですかね。もしかしたらちゃうのかな。なんかそんな感じがするんですよ。あ、ウェンちゃんに微信で聞いたらそうそうって。ちょっとウェイちゃんに返信起こっています。なんかこれうまく打てないっすね、ウェイちゃんが。これ系列の店か。まだちょっと食べに来よう。なんか前の時にこの道ここにあるって言ってましたからね。でもあそこあれですよね、コーヒーがなかったんですよね。店によってあんのかな。この間行ったとこはお茶しかなかったんですよね。ここがステーキの店。次もカフェあったけどやってんのかな。
でもちょっとちっちゃい店しかないですね。さあ向こうの方行ってみるか。このドラム、可愛らしい色ですね。いつも私でも同じとこばっかり撮影来てますね。ちょっとまたちゃうとこ行かなあかんな。本港区とかヤンプーとかあの辺ちょっとまた行きましょうか。あとまあ上海以外のところ行くっていうのも一つの手ですよね。まあ絶対同じとこ行くことないんで。まあ私も中国に長くいますけど行ったことない場所ほとんどですからね。まあこんだけ広いとそう簡単には全部行けないですよね。いやみんなちゃんと信号を守ってるしすごいな。
コンビニで傘とか売ってるけど結構高いんですよね。ああいうのはもうカオバオか1688アリババで買った方がいいですね。安い傘いっぱい買って、まあなくなっても別にいいわっていう感じで。このままやでまたあのワビカフェ行きそうなんで、ちょっと違うとこ行こう。ワビカフェ相変わらず混んでそうですね。そっか、こっから行くと中山公園から電車乗って夕方行くとこ行けますね。でもまだめっちゃ時間あるんでどうしようかな。外でよく食べるな。あの奥、あれカフェですか。カフェだけどなんか机がないな。なんかみんな外で食べてるな。でもなくフラフラしてるという。カフェ通りがもう終わってしまうな。どうしようかな。ちょっと地下鉄乗っていくか。なんか中山公園の方まで来てしまいました。戻ってきたな。ということで、とりあえずちょっと終わります。どうするか
ちょっと地下鉄乗ってどっか行くとこ考えます。ちょっとまた後で、なんかバッテリーがあんまり残ってないんで一旦止めて充電します。それではありがとうございました。